ドゥーッドゥンっていうことでこちらでございます。よいしょ、なりました。取りに行きます。よいしょ。サーディガー、こんにちは、ノブです。本日は久しぶりに宜野湾市で海鮮いただきに行きたいと思います。ということで本日は最近 PayPay 20% 還元があるので宜野湾市多いですが、今回も沖縄県宜野湾市でございます。今いるのも沖縄県宜野湾市の後ろに船とか見えてるかな、映ってるかな、宜野湾港マリーナですね。クルーザーとかが停泊しているところですが、こちらから本当にすぐそばにですね、宜野湾漁港かな、宜野湾新漁港、すいません正式な名称が分かってないんですけれど、こっちにも漁港あるんですけど、もうちょっと離れた方面にもうちょっと行ったところにもですね漁港があって、そちらにフードコートっていうか、まあ、いろんな食堂がいくつか集まっているところがちょこちょこその中を通ったりした時にですねご紹介してるので、がっつりとご紹介したことがあるんだと思ってたらですね、過去動画とか見てたら全然紹介したことがなさそうなんですよね。僕自身お店に行くの久しぶりなんですけど、今やってる 20% 還元対象のお店でもありますので、久しぶりに宜野湾市で海鮮いただいてみたいと思います。特に有名な場所なんで、ここからわざわざ移動するところも撮影する必要ないかもしれませんが、ぜひ参考にということで、まあ、ちょこっとだけ行く道お店の方にも向かいたいと思います。よいしょ、それではお店に向かいたいと思います。いいお天気です。ドゥーッドゥンっていうことでこちらでございます。宜野湾ゆいマルシェでございます。一瞬あのゆいマルシェっていう名前だったけど、ゆいってどこに書いてあったかなと思ったんですが、ちょっと見えづらいですが看板見えますでしょうか。そちらにあります。なんか自販機の横に土のうがあるけど大丈夫かな。めっちゃ久しぶりに来るんですが大丈夫ですよね。それではこちらの中にあるお店です、行ってみましょう。ということでもうここにありますね。それでは入っていきましょう。よいしょ、あれ、うん、ドンということでこちらでございます。琉球さんです。そしてメニューがこちらです。いやいろいろありますね。なんかメニューいろいろ変わってる気がするな。マグロカツ丼、マグロ丼とか1100円、そして海鮮丼ザルそばセットが1100円などがあります。めっちゃいろいろなんかメニューが増えてる気がする。こんな感じです。そして魚屋の A ランチ、金山魚のバター焼き定食、そしてマグロ尽くし定食、石豆腐定食、あら汁定食などあります。でさっき書いてあったなんか平日のやつというのはどこかにあるのかな。さっき書いたけど平日ゆいまるし定食でめっちゃ安そうですね。美味しそうですね。これちょっと行ってみましょうか。900円がっつり行ってみましょう。ということで注文完了いたしました。しばらく待ちましょう。ちなみに水とかはセルフサービスです。よいしょ、なりました。取りに行きます。よいしょ、ドゥン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 ということでこちらでございます。こちらで900円です。そしておかずが選択できて、おかず今回ですねこちらバター焼きを選びました。魚のバター焼きでございます。これも美味しそうです。メニューになかったんですがバター焼きもありますよということでバター焼きにしていただきました。そしてこれがカツで沖縄そば、そしてごま盛りご飯にお刺身もついてます。それではいただいていきましょう。それではまずは何いきましょうかね。メインのバター焼き行こうか、お刺身行こうか、それともカツ行こうか。お刺身行ってみましょうか。お刺身これカツオかな。カツオとこれ沖縄県産の、すいませんいつも刺身の種類わかんないんですよね。沖縄県の多分取れる魚っぽい感じします。あとマグロですね。マグロも多分沖縄県産だと思いますが、こんな感じになっております。っていうか醤油だ、醤油隣にありました。醤油を入れといて、それではわさびをちょっとつけて、マグロいただきたいと思います。ちょっとなんか狭い。それではこちらのマグロいい感じです。いただきます。うん、あなんかいい感じに油が乗ってて美味しいですね。いい、美味しい。それではこのそばに隠れているちょっとこちらのバター焼き、本日メニューにありませんがバター焼きもいただきました。一応1日15食定食、このゆいまるし平日限定定食15食らしいんですが、まあ、今ですね実は結構早い時間です。11時半にもなってない時間でございます。なので全然いったかと思いますが、どれぐらいになくなるのかすいません、全然皆目見当がつきませんが美味しそうです。周り頼んでる人あん
まりこれ頼んでなさそうな気がしたんですよね。なのでもしかしたら結構平日来る方は穴場メニュー、穴場メニューって中辺ですね、おすすめメニューかもしれません。それではバター焼き、めっちゃ身がプリプリしてて結構肉厚で、これ美味しいです。美味しい。しかしご飯がまあそんなてんこ盛りっていうほどてんこ盛りじゃないんですよ。なんか結構ガッツリ入ってる感があります。ご飯もいただきます。うん、それではちょっとそばをいただいてみましょうか。なんか見た目よくある食堂の100円そばとかとなんか雰囲気似てる気もしますが、まあ、弁当屋の100円そばも舐めちゃいけないです。結構美味しいんで、そんな感じでございます。それではこちらのそばいただきます。うん、なかなかこれそば美味しいですね。うん、美味しいです普通に、うん、めっちゃ美味しい。それではなんかメニュー的に残ってるのはこちらのカツですね。こちらのカツもいただいてみましょうか。一口サイズではないですね、もうちょっと大きい感じです。まあヒレカツとかのサイズでしょうか、サイズ感で言うと。それではこちらのカツいただきます。何のカツだろう、マグロかな、うん、お魚のカツですね。メニュー2回だったかな、勝手に普通にお肉のカツかと思いましたが魚のカツです、うん、これもなかなか美味しいです。それではちょっとお刺身、別のこの沖縄の、沖縄のって沖縄県っぽい、おそらく取れた時には結構いい色をしていた、鮮やかな色をしてた気がする、こちらのお魚、お刺身、醤油つけていただきます。身が引き締まってて、うん、美味しいです。それではちょっとこちらのバター焼き、結構本当に身がプリプリしてて美味しかったんですよね。もう一口いただいてみましょう。それではこちらのバター焼きいただきます。うまっ。それではどんどんいただいていきます。ということでごちそうさまでした。完食でございます。美味しかったです。それではセルフサービスでお片付けです。優勝ごちそうさまです。優勝ごちそうさまでした。ちなみにそういえばこちらの今日映えメニューはこちら、豪華海鮮丼1700円、やばいのがあります。いつかこれを気軽なく食べれるようになりたいです。ちなみにあとこちらの荒滝食堂さんのペイペイ 20% 還元です。ちょっとなんか買っていこうかな。サーターアンダギーいただいていきます。アンダギーだけいただきました。それではちょっとこの外のところでこちら1個だけいただいてみましょう。すごいところが空いてしまいました。それではこちらの荒滝食堂さんのアンダギー、結構大きいですね。1個90円です。いただきます。美味しいです。結構黒糖の風味が効いてて美味しいです。ということで本日はギノワンユイマルシェ内にある海鮮食堂琉球さんで平日限定のユイマルシェ定食でしたっけ、そちらの方をいただきました。刺身と沖縄そばとあとカツ、あとご飯はそちら標準でついていて、おかずが選べる感じですね。そして本日はバター焼きも選べました。多分お魚系はもしかしたら日によって選べる種類いろいろ変わるかもしれませんが、今日は特にメニューに載っていないバター焼き選べることができました。そしてメニューにないものを選びました。なかなかそちら美味しかったです。バター焼きのお魚がですね、本当に肉厚でプリプリしていて美味しかったですね。なかなかいい感じでした。そしてお刺身も3種類、まあ2切れずつかな、3種類ですが、そんなに量ないですけど、マグロもそして沖縄県で獲れた青いお魚っていう雰囲気の、赤いかもしれませんが、そちらの白身系のお魚もなかなか美味しかったです。そしてカツも魚のカツで、やっぱり海鮮料理屋さんっぽいカツで、それも嬉しいですね。生魚あり、焼き魚あり、そして揚げ魚っていうかカツもあったんです。結構ボリューム満点でいろんなバリエーションのお魚が食べれるので、こちらのユイマルシェ定食なかなかいいかと思います。平日限定なので休日になると値段上がるのかな、そのところもしっかりと分かってませんが、ユイマルシェ定食結構美味しかったのでおすすめかと思います。そしてちょっとおまけのようにいただいたサーターアンダギーのお店、荒垣食堂さんですね。そちらも海鮮丼とかもあるみたいですね。そちらもペイペイ 20% 還元効くので、もし気になる方はぜひ海鮮丼などそういった定食系ご飯系もありますので、ぜひ一度試してみてください。ということで本日は改めまして海鮮食堂琉球さんで平日限定の定食いただきました。こちらのチャンネルでは
沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリーカップ、バイバーイ。